はい、どうぞ。じゃあ始めてください。はい、撮ってます。はい、今ですね、やっているビジネスというのはリーズオファイというビジネスをやってます。で、地域医療の現状と未来を可視化して、まあ、革新的なサービスが始まったということなんですが、ライセンス版がですね、まあ、いろんなその機能があってやってますと。で、メイン一番やりたいことはですね、その今さまざまなデータが、これの中インターネットに落ちていると、うん、でそのデータをあるその視点をこう与えてあげるといろんなことが見えてくるわけですよね、うん、で、まず一つは重要なのはいろんな落ちてるデータを一つに集めるということと、うん、じゃそれに対して、何かやりたいっていうことそのものももちろんノウハウですし、それを見つけるためにはどういうその、チャートを作るべきかということがあります。例えば面白い、ものがあるんですが、これはあの病院の経営が良い方向に向かっているのかということを表したチャートなんですね、うん、平均在院日数で縦軸は患者数、そうですね、縦軸がですねまず集客力を表していまして1ベッドあたり新規患者数がどのくらいいたのかと、うんうん、横軸が効率性を表しているですね、平均在院日数なので、で、例えばこの地域でいくと近畿で言いましょうか、兵庫、まあ、これは厚生労働省のデータなんですね、いわゆるオープンなってデータなんですね。そうですね、医療実態なんとか調査とかなんかそんな感じですか、なんかありましたよね、DPC 評価分科会、っていう会議があって、そこでの調査結果、科研費のデータですね。で今病院を選択しましたと、でやるとですね、このように各病院がプロットされるわけですね、うん、例えば今一番いいと思われるポジションにいるところは新スマ病院と、うん、スマの方にある病院が何かあるんですね、神戸赤十字とかですね、うん、新興病院、うん、まあ、基本的には全部こうあのパブリックな病院ですよね、これね、そうです、大きな病院です。個人病院も入ってるんですか。個人病院もあの、DPC 制度に入ってれば入ってます。あ、DPC 制度に入っていればね。はい。はい、で、これがその自分らが毎年毎年どういうふうにその改善したかっていうのが今の動きでこう見えてくるわけですね。ただ動きだとですね、今のようにその2007年から8年というのは結構みんな同じ方向に良くなったんですが、疲れちゃって9年にかけるとその二極化しちゃうんですね。うん、でまあ、そういったその動きがですね、まあ、その目で追っても記憶ができないということで、こうやって過去の推移をあの表せるようにしていて、この病院の場合2007年から8年かけて、うん、平均在院数は短くして実患者数は上がらないまま病床稼働をちょっと落としたんですが、その病床稼働とちょうど同じ長さあの、率でですね、こう9年上がっていくんですね、このようにですね、うん、で多分おそらくこれはかなりいい改善、あの、なんていうんですかね、まあ経営的にはね、はい、うん、まあ、働いてるスタッフがどうなったかは知らないけど、とりあえず経営の数字としてはまあ一応いい数字が出てるってことですよね。そうですね、例えばこういうところ、まあこの辺りはそうですね、あんまり変わらない、例えばこの病院も2007年8年で、こういうふうな感じなんですが、ディス患者数も平均台数も落としちゃったっていうようなところもあったりですね、いうようなところがこう見えてくると、うん、いうのがまず第一の経営のところで、まずいわゆる普通の企業でいうところの売上になるわけですよね、売上高利益率みたいな感じじゃないですか。そうです、売上高利益率、患者さんいかに長居してくれるか、でもあんまり長居するとやっぱりちょっといろんな条件が入ってくるから単価が良くなくなっちゃうんで、まあ、ある一番利益が大きい点で患者さんにはあの喜んで出て行っていただきたいと、はい、いうのをどうすればいいかところを見ると分かるってことですね。はい、今度、はい、もう一つはですね、そうですね、その地域が地域から地域にどう患者さんが移動しているのかを見たいと、ある疾患で、うん、でそれは流入流出を見ていくんですが、どうしようかな、分かりやすいところだとすると、そうこの辺ちょっと土地感覚が分かんないので、うん、関東とかにしますね、関東で三田市でもいいですよ、三田市今移動と問題抱えてるみたいなんで、あ、そうですか、じゃあ分かりやすい、三田市あるんですか、三田市は出る、どっか出ると思うし、ちょっと待ってください、三田市がどの医療圏かっていうとちょっと難しいんですけど、ちょっと調べますね、
そこにね、あの来るときバスに乗って三田市民病院に立ったと思うんですよ、右手に。あ、前三田市民病院、ね、あそこが一応ね、はい、この辺の、この辺で一応流しられた病院なんですよ。あ、メインな病院なんですね。まあそうですね、まあメインですね。今度は流入流出患者数ということなんですけど、今設定で病気は狭心症を表してますね。で、この辺り三田市がちょっと待ってください。どこの医療圏かもしれません。神戸医療圏との連携を認めていただいています。救急では現状は阪神。阪神北。阪神北ですね。とすると今これ阪神北、うん、ここですね。やっぱ流れてますね。阪神北の医療圏で他に何があるかというと、うん、あ、でも宝塚から含めての医療圏ですね、ここは。うん、じゃあもうちょっと逆に言うと、うん、まあ、いろんな土地があると、別に東京の例でもいいですよ。東京の例でこんな感じとかって書いてあるんですよ。あ、じゃなくてですね、三田市でそもそも今の心不全が何人ぐらいいるかっていうのが出るんですね。市区町村別患者数将来予測っていうのがあって、今このように将来どのように患者数が予測されるのかっていうのを2005年から2035年まで出してますと、うん、これリーズン Y のサービスなんですね。リーズン Y のサービスです。リーズン Y はそういう厚生労働省さんとか一応出ているサービスデータをベースをもとに、まあなんか経営の判断に役立つようにいろんな医療情報を分かりやすく、はい、示してくれるっていう、まあ、そういうソフトなんですね。そうですね。で今これの一つのチャートを作るのに、うん、まあ、5、6段階ぐらいこう、うん、Excel で言うとシートからシートシートからシートって加工してるわけですよね、うんうん、いろんな係数を作ったり途中でで、うん、ようやくこれが出てくるんですが、三田市は今このポジションだと。で狭心症は今ですね、三田市だと135人いる可能性があると、うん、じゃあ先ほど狭心症ってそういう病気、狭心症病気ですね、狭まる心のなんとかってやつ、はい、はい、最も循環器で最も、初期段階の病気ですね、うん、で、これを三田市民病院ですね、三田市民だけですか、この辺り、うん、この辺あまりないんですよ、病院は実は。050050、今狭心症これ340人、うん、先ほど120人でしたっけ。結構見てる周りからの、うん、お客さん入ってくるってことですよね。そうですね、140人いると想定されるんですが、うん、実際にこの病院というのは、もうちょっと見ていてですね、うん、340人見てると、はい、3倍ぐらい見てると、そうです、周りから見てるってことが分かりますよね、うん、まあ、多分もしかしたらその狭心症に関連する専門のお医者様が結構何かいるっていう可能性もありますよね。はい、可能性としてはね。そうですね。でそれを見たいとすると、じゃあこの病院何が強みかというのを見たいとすると、うん、これ今この医療圏の中で
三田市民病理強みっていうのがですね、うん、こう出てくるわけですよね。確かに教師、これ循環器05なんですけど強いと。これ今この医療圏の中の各病院との比較の上で自分がどういうところが強いのかをこういうアメーバみたいなレーダーチャートで出してるんですね、うん、で、他の病院、例えばこの病院は一律痛み病院はこういう、9から15の枠が出ると、うんうん、ような形でですね出してるわけです。三田市民病院の強みというのは そういうのは、そういうのは分かるというシステムを作っているということですね、はい、でこれをまあ色と医療関係者の間に病院の経営者、病院の経営者で一番今広まっているのはお医者さんですね。あ、病院の経営者欲しい、もちろんそれは最低限欲しいもので、これ実は欲しい人っていうのは、あの今回のソフトウェアの本当に今までのソフトウェアと全く経営に違うのはお医者さんに訴求ができるっていう、あの僕ぐらいの世代の人がですね、じゃあ自分がその循環器の医者だったと、狭心症の手術を何件やりたいっていう、こう目標がこうあるわけですよね。ああ、腕が磨くために、はい、でそのためにはちゃんとお客さんを集めなきゃいけないと、患者さんをどうやったらいいのかなとか、そもそもこの地域って、うん、まあ、あのそういった狭心症の人どのくらいいるのかなとかですね、さっきみたいにじゃあ三田市にどのくらいいて自分の病院ってどのくらい見てるのかなとかですね、他に近隣にはどういうところが強くやってるのかなとか、多分普通にまあ最低限興味持つところがこう分かってですねっていうことがあって、お医者さんが興味持つというのが今相当あのブレイクしそうな感じなのは、そこのポイントからブレイクしそうな感じですね、うん、昨日の病院とかはなんかお医者さんにばらまいて、もう今日1日で30アクセスぐらいその病院だけであったりするんですよね、あの別の、違う人で30人ぐらい、うん、まあ面白いですね、このグラフはね。